岩崎達郎は、神奈川県横浜市瀬谷区出身の元プロ野球選手。右投右打ち。横浜商科大学高等学校から社会人野球の新日本石油エネオスへ進み第76回都市対抗野球大会に補強選手で出場。田沢純一は高校、社会人の2年後輩。二塁手、遊撃手の守備を評価され、2006年の大学、社会人ドラフトで中日ドラゴンズに5巡目で指名された。プロ入り以降は守備の人のイメージが強いが、高校通算41本塁打を記録している。中日時代2007年は、レギュラーシーズンでは一軍昇格はなかったものの、正遊撃手の井端弘和がシリーズ前に怪我をし、状態に不安があるため、バックアップとして、クライマックスシリーズ第1ステージを前にした10月13日に、初の一軍昇格を果たした。10月18日の同クライマックスシリーズ第2ステージ第1戦の8回に、新井良太の代走として一軍戦初出場し、初得点を記録している。2008年は開幕を2軍で迎えたが、6月17日に井端弘和の故障により、シーズン初の一軍登録。その後、井端の復帰で登録抹消されたが、8月に荒木正弘が北京五輪へ出場するために再び一軍昇格。荒木のチーム合流で抹消されるも井端が再び怪我をしたためわずか5日で再び一軍に昇格した。その後、井端の復帰で再び抹消されるもシーズン終盤に再び一軍。登録されて1軍と2軍を4度も往復した。2009年から2012年まで、春季キャンプでは井端が目の異常で離脱した影響もあり、監督の落合博満から直々にノックを受けた。オープン戦では、遊撃手や二塁手として出場し、適時打を放つなど課題である打撃面でも着実に成長が見られ、初の開幕1軍入りを果たす。2010年9月1日の広島東洋カープ戦で大島孝之からプロ入り初本塁打となるサヨナラ2点本塁打を放った。また、このシーズンは開幕から一軍に帯同し続けた。2011年9月、4歳年下の一般女性と結婚。出場試合数こそ減少したもののスタメン起用が増え、打率も自己最高の218を記録した。しかしその後離婚。子供の親権は元妻にある。2013年3月11日、東北楽天ゴールデンイーグルスへの金銭トレードが発表された。公式発表の約1週間前にトレードの報道がなされ、中日監督の高木守道や球団社長もそれを認めたため、楽天監督の星野仙一から順番が違うと苦言を呈された。岩崎本人は楽天からのトレードのオファーをコーチから聞き、勝負したいと答えるなど移籍に前向きであった。楽天での背番号は67に決まった。6月27日の埼玉西武ライオンズ戦でプロ7年目にして初の3安打猛打賞を記録した。2016年には一軍公式戦への出場機会がなく、10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。楽天からの戦力外通告後に、中日時代の一軍監督であった落合からの勧めで、中日の秋季キャンプに参加した。参加中に入団テストを受けた結果、2016年11月25日に、育成選手として中日と契約することが、球団から発表。5シーズンぶりに、中日へ復帰した。そして7月10日に支配下登録をされることとなった。2017年は1試合の出場に終わり、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。その後、12球団合同トライアウトを受けたものの、獲得の意思を示す球団は現れず、12月2日付で自由契約選手として公示された。2018年1月11日、東北楽天ゴールデンイーグルスから、楽天イーグルスアカデミーのジュニアコーチに就任したことが発表された。また、2018年8月12日の楽天対西武戦から J スポーツの野球解説者として活動する。遊撃、二塁を中心に内野全ポジションを高いレベルで守り、外野もこなす、ユーティリティプレイヤー。俊足を生かした走塁も武器。打撃では課題があったが、小技に長けていた。第一次、中日時代は監督の落合博満から堅い、守備力を評価され、主に二遊間のレギュラーである、荒木正弘、井端弘和のバックアップ要員として活躍した。守備でのモットーは、弱気は最大の的であり、グラブにも刺繍を入れていた。受け身にならず、常に攻めの姿勢で臨むことを貫いていた。ありがとうございます。